見た目もすごく綺麗で、うん、はい、カクテルなんですけど、はい、高級スイーツのようなすっごく美味しくて、はい、先ほども一番美味しいと思ったカクテルだったので、あ、なるほど、1位に輝いてくれてすごく嬉しいです。はい、そうですね、12種類12個飲んだので、うん、最後にもう1個一番その1位に輝いたのをまた飲んだので、うん、すごい飲みましたね。そう、気持ちいい感じですか。すごく気持ちいいです。輝いてて、そうです。はい、赤とピンクとの効果がありまして、でもいつもそんなにまだシャノベしなくてもいいかなということで、はい、ちょっと可愛らしくフルのフォーマルな衣装を選びました。グレープフルーツがすごく好きなので、まあ、ちょっとさっぱりめのすっきりとした味わいのでも甘みもちゃんとあってっていうようなカクテルを作ってみたいなと。トリグレとかですか。ちょっと来年ちょっとアワード出場の可能性もこれ出てきたんじゃないですか、これ。トリグレ。すみません、もうごめんなさい、考えてくれなかったですね。